はい、どうも。では続きをやっていきましょうか。はい、アメージングメガネストライキのショーです。前回、イエガルドを仲間にしましたね。四天王全員揃って、しかもね、イエガルドは飛行系に強く射撃がめちゃくちゃ強い。頼もしいですね。ついになんだっけ、軌道の基地に、まあ、し、なんだっけ、潜入できたと。まあ、そこでまた、一つの戦いが。なんかね、このみんなと話すってところで、まあね、こうやって会話ができるんですけど、このヒュードルが、まあ、気になること言ってまして、この近くに秘密の倉庫があるという噂があったのを思い出しまして。あれかな、敵のさ、この戦いの中で、そういったイベントがあるってことかな。ちょっとマップ見てみましょう。で、このさ、この敵がいよいよね、もう本気になってるんだよね。もう殺しに来てるよ、本気に。もうみんな装備がね、違う。今までとは違う。で、ムーカデでしょ。ご気候系はあんまいないのか。だったら、じゃあこれでいきましょう。倉庫ってどこ？どこにあるんだろうね。まあ、とりあえず、まあね、ぶっ倒していきましょうか。じゃあ、マスカレード、ここに置いて終了。そう来るか。避けろ。もう敵の装備違うもん、めっちゃ。もう完全本気で来てるよ、これ。もう、色も違うしね。装備も違うしさ。殺しに来てるよ、ちゃんと。人間操縦する人いなくてもさ、めちゃくちゃなんか強い力出せるっていうやつかな。じゃあ、行け、マスカレード。これが強すぎるよね。カードも使ってないのに600は強すぎる。届くかな？届くね。で、この敵のテントもさ、ギガバズーカ装備してんだよね。本気になってるよ。じゃあ1匹だけ出すか。まあエースでいくか。このマップにあるとしたらどこにあるんだろうね。進むか。じゃあここにいよう。で、マスカレードをここに置いてと。あ、テント動いてんのか。なるほどね。汚い手使うな。で、ここで道を塞がせて。じゃあちょっと前に進んで一気に出すか。なんか欲しいなぁ。なんかアンチエアシステムみたいにさ、
飛行に対して強い武器をさ、生産できるならさ、なんか地上に対する、なんか武器、生産できないかな。やっぱあれだね。こんなさ、武装強くなってもさ、カード使ってこないっていうのが、まだ、いいね。さあ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 、ちょっと前に行くか。うん、行け、マスカレード。じゃあ兜は、まあ、バンバン進んで、ここでダンゴムシを使いたいけど無理か。くっそ、仕方ない。強いね。オーバードライブ外したんですよ。その結果めっちゃ強くなったね。まあ避けましょうか。避けろよお前、避けてんのそれ。まったく。前に進もうか。これじゃない。できるんだ。よし、
怖いな。まあいいでしょう。まずったな。避けろ。よく耐えた。なっちゃんがうまいな。さて、回復されたけど、まあ倒せるでしょう。カブトもちょっとね、危うくなったからここに行って、じゃあこいつを倒そう。じゃあここら辺の敵一掃したらあれだね、倉庫、そこにそれがあるか探してみようか。まあ点灯いけるか。いけるね。ナイス。じゃあ敵をさっさと一掃しよう。マジか、全回復しやがったな。さてと。まあ、とりあえずこっち側に行って何かあるか探ろう。
何かないかな？倉庫ってな、どこにあるんだか。行きますか。さて、倉庫とやら、それはないのか。もしかして倒してからそういうイベントがあるとか。戻るか。何も意味なかったね。よし。それじゃ。さあ、これで倒したが、倉庫とやらは出るのか。ついに起動が。
塚か。待って、倉庫ってあるの？倉庫あるんですか？ちょっと不安になってきたよ。お、30レベルマックス。じゃあこいつらに与えるか。はい、ブルーフォース3人衆レベルマックス。はい、スタンドだろ。ま、おい、待て待て、え、倉庫。倉庫も、倉庫、そんな、これは、待って、倉庫ってどこ？待って、倉庫ってどこ？ねえ、待って、ちょっと倉庫どこ？待って、俺セーブしちゃったよ。戻れないじゃん、もう。うわぁ、どんな武装が手に入るんだ、そこ。仕方ないね。というわけで今回はこれで終わりにしましょう。次回、スタンドアローンと戦うっていう話ですね。では次回の昆虫ウォーズでまたお会いしましょう。では、バイバーイ。雨が降った日、カエルが道を渡っていたよ。みんなで引っ越ししてるのかな。でもね、そこに車が通ると悲惨なの。プチ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 、あー、うつらしい。